ジャカゲ総合運動公園ですね。素晴らしい景色ですね。この木のバット、これを思い出すのが大学1年の京都精華大学の頃ですね。このバットを持って左バッターで行ったことを思い出しますね。この木のバットがなんと打ち出の小術みたいにですね、次から次へこのバットを振ると思いが叶っていったんです。この思いを叶えるこのバットで、今もこの57歳になって思いがどんどん叶っていくわけです。不思議なことですね。96歳まで生きるとしたらあと40年あります。この40年このバットでどんな思いが叶えられるか楽しみですね。さあ今日も一日頑張りましょう。ワン、ツー、スリー。